はい、どうもこんにちは。毎日インスタグラムで使えるフレーズを投稿している熊田といいます。よろしくお願いします。はい、今日もね、いろいろ動画を撮影していこうと思うんですけど、今日も早速ね、英語の話に移っていきたいと思います。っていうのも最近ね、僕毎日動画撮るようにしてるんですけど、やっぱり話なくなってくるんですよね。なので今日はね、もう皆さんが楽しみにされてるね、僕のトーク、ちょっとね、残念ながらお飛ばしさせていただきまして、今日も早速ね、英語の話に移っていきたいと思います。楽しみにしたやつおるかっていうね、そんな感じだと思うんですけど、まあ、今日はね、飛ばさせていただこうと思います。で、今日はね、何の話をしていくかというと、この2つの違いについて説明をしていこうと思います。皆さんね、big と large の違いって何か意識したことありますか？なんとなく違いあるんやろうけど、あれそんな意識したことないなっていう人多いと思います。今日はね、意外と知らないその違いについて説明をしていこうと思います。まずね、めちゃくちゃシンプルに、大枠の違いだけ言うと、big の方がカジュアルな響き、large の方がややフォーマルな響きになります。ただ、それとは異なってもっと大きな違いがあるので、そこについてね、説明をしていきたいと思います。今日はね、僕自身もちょっと説明もややこしいので、ちょっとこうね、メモを取りながら説明させていただくので、ぜひね、皆さんもこう、あ、そうなんやって一緒に勉強してもらえたらいいかなと思います。じゃあね、まず結論から言うと何が違うかっていうと、big の方が主観的に見て物事が大きい時に使います。そしたら large の方なんですけど、こっちに関しては客観的に見て大きい時、ただここの注意点は物理的サイズが大きい時には large を使います。なのでサイズだったり面積とか数量とか、そういうのが大きい時、物理的に大きい時は large を使います。じゃあね、これ実際にここまで聞いただけだと分かりにくいし、イメージつきにくいと思うので、例文を使って紹介していこうと思います。例えば、両方使える場面っていうのが、こういう例文の時になるんですけど、This t-shirt is big っていうのと、This t-shirt is large っていう例文があるとします。この場合、両方とも使えるんですけど、これ、ニュアンスの違いが発生するんですね。じゃあどういう違いがあるかというと、This t-shirt is big っていうと、これ、big には主観的な大きいという意味が含まれるっていうふうに説明しましたよね。なので、この場合は自分にとって大きいという意味になるんですよね。なので、S サイズ、M サイズ、L サイズは関係なく、自分にとって大きかったら、This t-shirt is big ということができます。逆に、This t-shirt is large というと、これ客観的なサイズなので、S、M ではなく客観的に大きいってことは large になりますよね。なのでこの場合は This t-shirt is large ということができます。なんとなくこれイメージつきましたかね。じゃあまたもういくつかね、実際に例文を解いていきながらイメージしてほしいと思うんですけど、今度はじゃあこの例文見てみてください。 I made a big mistake と I made a large mistake、 これどちらが正解だと思いますか？ちょっとね、考えてもらえたらと思います。もしね、止めたい方は一旦動画をね、止めてもらって、で、また再開してもらえたらと思うんですけど、ここ、正解はこれ、I made a big mistake になります。なぜかというと、これ、mistake、この文章の意味は、私は大きなミスをしたっていう意味になるんですけど、big mistake、これ大きな間違いって意味なんですけど、mistake って物理的なサイズではないですよね。なので、ここでは程度の話をしているので、程度の話をするときは big を使って I made a big mistake になります。で、今度逆に I made a large mistake、 large を使うときは物理的なサイズとか数量なので mistake っていうのを修飾することはできないので、ここでは I made a big mistake っていうのが答えになります。何個かね、こうやって例文を通していくと、なんとなくイメージがつきやすくなってくると思うんですね。なので皆さん何か覚えるときは、もうとりあえず例文探してみてください。はい、そんな感じでね、最後もう一つ説明していきたいと思うんですけど、じゃあ今度、これどっちが正しいかわかりますか？ Can I have a large coffee? Can I have a big coffee? これどっちが正解かわかりますか？またね、ぜひ止めて考えてもらってもいいかなと思います。これ、正解は、Can I have a large coffee?になります。なぜかというと、これね、もう皆さん大体分かってきたかなと思うんですけど、large coffee っていうと、大きいサイズのコーヒーですよね。その時って、自分が見て大きいっていうよりかは客観的な L サイズ。L サイズっていうね、もう決まってると思うので、なのでここでは
Can I have a large coffee? 客観的に見たサイズですね。物理的なサイズが大きいものをくださいと言ってるので、Can I have a large coffee? になります。で、これね、Can I have a big coffee? になると、主観的に大きいっていうのを伝えても、どのサイズが大きいかっていうのはわからないですよね。なので、ここでは正解は、Can I have a large coffee? が正解になります。はい、こんな感じでね、例文通してみると分かりやすくなったり、こういうのね、振り返ってみると、例えば服屋さんに行って、サイズ見てみると、基本 SML、L はね、large を表すんですけど、そういう風に記載されてますよね。big size とかってね、なかなか書いてないですよね。主観的な印象が含まれるので、基本的に服だったり、あとはサイズとか、表すときは large を使うことが多いです。はい、こんな感じでね、皆さんも、big とか large とか使い分け今分かったと思うので、あとは日常生活の中にね、取り入れたりしていくと、よりナチュラルな英語になっていくので、ぜひ皆さんも取り入れて使ってみてください。はい、ぜひね、また先ほどお伝えしたように、実際自分の経験とか例文を通して覚えていくと、こういう情報って頭の中に残りやすいので、皆さんも使いながら覚えていってくださいね。はい、そしたら今日はこんな感じで終わっていこうと思います。もしね、この動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録してもらえると嬉しいです。またね、この動画上では、英語に関する情報とか、個人事業主に関する情報とか、YouTube の内容とか、いろいろ投稿していくので、またそちらも見てもらえると嬉しいです。Okay, so thank you for watching. Have a good one. See you later.